日本埼玉県上尾市、中津中津は埼玉県上尾市の町名。現行行政地名は中津間1丁目から5丁目、及び大和中津住居表示水施地区。市の統計などでは多い市地区で分類されている。郵便番号は362-0072。埼玉県東部で上尾市北部の大宮台地上に位置する。町域の東側を原神町。 南側を、浅間台、西側を、泉台、北側を、井戸木や桶川市朝日と隣接する。町域の西端を鴨川が流れ、上流から触れ合い橋、名の花橋、アスナロ橋、鴨川橋が架かる。町域の東端付近を、高崎線、中央部を、都市計画道路の西の宮市も中津線や富士見が、岡中津線が南北に通り、 小域の南部を、上尾環状線が、東西に通る。全域が市街各域で主に第一種、低層住居専用地域に指定され、全体的には主に住宅地が広がっているが、一部生産緑地地区として、工作地も見られる。かつては、大半が工作地と雑木林であった。大技中津は相次ぐ区画整理事業による、地盤整理によりほぼ消滅し、残部が、 上尾オ環状線と高崎線が交差する、久保踏切付近にわずかに存在する。地内に、集落跡である、中津間山頂名遺跡があり、土器片も発掘されている。住宅地の地下は、2018年の工事地下によれば、中津指定目22から24の地点で11万4千円、平方メートルとなっている。元は、江戸期より存在した武蔵にに、 属する中妻村であった。古くは、近世諸島頃は、上村のうちにあったと思われるが、元禄期以前に分尊して成立した。飛び違う木の上、村と、久保村の間及び井戸木村のうちに存在した。村高は、元禄豪町によると160国余り、及び、天保豪町によると168国余りであった。村の規模はおよそ東西12町 南北十三町余りで、火星期の個数は二十件余りであった。地名については、諸説あり、中妻、もしくは、中妻の間は、アイヌ語で沼を意味し、鴨川の谷が浅くなった沼を意味するものではないかと思われている。1875年の農業産物工は、武蔵国軍孫氏によると、米二点六国、大麦百二国、小麦十八国、大豆六国、 小豆3.6国、菜種2.1国であった。東記語上は今もなお存在する小技を含む。2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。高崎線、西川秋に並行する指導が地区東端の原神町との境界となっているため、 北上尾駅の駅舎の一部が中津間にかかる。最寄駅までの距離は地域によって差があり、町域にあたる駅に口交通広場とその周辺は至近距離にあるが、中津間4丁目22番地24号の地点では、およそ 1.5km 離れている。なお、北上尾駅は原神町に立地する。地区内には路線バスがなく、コミュニティバスのみの運行となっている。なお、過去に、 丸立て自動車のケンチャンバスが運行され、地内に、北上尾駅西口、北上尾駅入口、中津間3丁目東、中津間3丁目西、中津間4丁目西、中津間5丁目西バス停留所が設置されている時期があった。また、旧中仙道の上尾車庫より、久保バス停留所を経由して BS 通りを通り、大石市所を経由して、県道を通り、 古式屋に至る東部バスの路線バスが運行され、地内に中津馬バス停留所などが設置されていた時期もあった。かつては、村社の稲荷社の他わた社や薬務社などが鎮座していたが、地内に神社は存在しない。旧大石村で、村内にある神社の合祀が1907年に行われたためである。合祀先は、小泉の氷川神社で、合祀後は八号神社に改称された。 ありがとうございます。